見た目は子供、電車に乗っていると小学生にこいつ生きがってる小学生だなみたいな目線でよく見られます。伊勢ひなたです。はい、どうも。はい、ここでは、皆さんからいただいた恋愛、仕事、人間関係などディープな悩みから晩ご飯のおかずの問題といった小さな悩みまで、あなたのお悩みぶった切り、ダホー知恵袋のお時間です。本日も渋谷道玄坂カフェよりお届けします。お悩み解釈人はこの方解釈人が読めるようにしとけな。つうわけで、前回までここに座っていたあの女は、首にした。いや、嘘だよ、マジか。これっすか、これっすか、首っすか。多分この放送を聞いて、はい、えって言ってる。多分えっていう、絶対聞いてないよって。私も聞いてなかった、びっくりした。あ、怖いな、それ。あ、なんだろう、おかしいな、聞こえてない。ほら、次の現場行け、この野郎。つうわけで、ムクロだ。泉さんがな、よんどころない事情というか、次の仕事があるっていうんで、そういうことか。今回の、収録が5本撮りなの。たっぷりだし、もう筒抜けだし。5本撮りなんだけど、結局、それが間に合わなかったから。あの鉄の2本は、お前、責任持って、なんか似てるでしょ、これ。さあ、じゃあ、伊勢さんのお悩み解決していこうか。ああ、私か、お悩みいっぱいあるけどね。なんだ。なんか最近、本当に1ヶ月前に、はっ、私って思ったことがあって、トイレ問題。伊勢ひなたトイレ問題。伊勢ひなたトイレ問題。いや、変な話じゃないですよ。伊勢ひなたお手洗いトイレ問題なんですけど、まあ何個か問題があるんですけど、まず一つ、これはね、よくブログとかにも、あ、ツイッターとかでもつぶやくんですけど、外の公衆トイレに行くと、あの、女の子なんで私、荷物が多いんですよ、意外に。この荷物のかける場所が絶対的に届かないことが多い。ああ、扉のあのフックな、あれ、なんかこう、キッてなって、キッて、なんであんな高いんだろうっていつも思うわけ。あんな無駄に高くする必要ないんですよ。男性女子トイレに、だから男女兼用じゃなく、女子専用だったら、あそこに、あの高さにする必要性はない。そう、なるほどな。めちゃくちゃ高いところにあるんですよ。なんなら一番上にあるんですよ。絶対届かないんですよ。 100% 無理なんですよ。でも、荷物あるんですよ。どうすんねんってなるから、いつもジャンプトーンってしてるんですけど、なかなか、あの、それでも無理な時とかは、私本当に悲しいんですけど、変な話、全部の荷物を総掛かりしてしたこともあります。ああ、それが一つ、それがメインの悩み。それもある。あ、これもある。それまず一つで、ここ最近気づいたとこ、これはもう解決できないかもしれないんですけど、なんだ、解決してやる。洋室っていうか、あの、座る便座が多いじゃないですか、最近。洋式のな。洋式じゃない、洋式が。で、まあ、お家もそうなんですけど、座って…シュークリーム食ってけよ。ありがとうございます。食べて。座った時に…じゃあ、次の現場頑張るよ。はい、ありがとうございます。自由か。座った時に、こうやって座った時に、足が絶対…フチコさんだな。そう、足が絶対にこうやってつかない。ああ、俺映さなくていいから、今の状態でそっちだけ映せる。あの、これ要は足元がプランプランになる。あ、これ、あ、これがまさしくそうですね。本当についたことがないんですよ。洋式トイレってか。はい。みんなついてるんでしょうね。いや、戻してもらっていいやかからな。だから、あの、なんか夢なんですよ。あの、足つけて用を足すのが。絶対やったことないやつだって気づいて、もう私の中ではそれが普通になってたんですけど、なんかテレビ見てたら、海外のトイレは、あの、高くて大きいから足がつかなくてみたいなことを某お笑い芸人さんが喋ってるのを聞いて、はっ、私いつもやでって思って、あの、どうしたら夢が叶うかなって思って。サイズ感的には、蓋開けて女子だから、便座あげないだろ。あげない。その便座にはまることはないのか。
サイズ的には落ちることはないのか。それが落ちたことはない。意外と立派なお尻をしてるので、うん、そこは大丈夫だった。っていうことは異性の悩みは、どうしたら、足をつけて踏ん張れるか。やってみたいんですよ。初登場アシスタントでな、結構なあのグイグイ来てる下ネタなんだけど、こういう問題っていうの。でもさ、結構悩むのこれ、大事な問題だから。じゃあまず一つ目の、はい、なんであの位置に公衆トイレの、あのフックな、そうあそこについてるかだけ、うん、構造的に教えてよ。お願いします。基本的に女子だったら下につけてもいいんだが、うん、男性と女性だったらどっちがロングコートを着る率が高い。あ、女性？どういうことだ。あ、コート？要するにあそこは荷物をかけるとこではなく、ジャケットなりコートなりを脱いでかけると。あ、そうなんですか。基本的にはな。そうなんだ。っていうことは、あまり下すぎるとついちゃう。ついちゃう、うん、なので、あそこの位置にないと逆にいけない。コートとかより荷物の方が大事だよ。荷物、クリアしたかな、これクリアしたか。だから、それに対しては納得がいくだろう。いった。じゃあ、あれは荷物じゃないから、あれが荷物をかけると、荷重的にはうん、とりあえず今のところはギリギリ大丈夫かもしれないけど、あれがもげることがある、あの構造上。じゃあせめてドアのカチンってやるとこあるじゃないですか、うん、カチンって鍵、あそこの横に荷物をかけれるなんかつけてほしいね、こういう丸、まあ、まあそういうのもあるよな。私あそこにこのリュックのこの細い絵をこうやってかけてやったこともあるの、あのカチンってところ、うん、もうね怖い。一回ちょっとね間違えたらツンって落ちるからね、ドゥンってなるの分かる。なんかそういうの売ってんの知らねえのか。要はあのハンズ的なところでいろんなところに引っ掛けられるフックオンフックみたいなやつがあるんだよ。え、ここにかかる？そういうところにかけられたりとか、ドアノブにかけられたりとかっていうのがある。なんか大きいフックは知ってるし、うん、テーブルにこうペタッと置くのも知ってるんだけど、なんか荷物が多い人はそういうのを持ち歩くのが、あー私が悪かった。いや、そうなんだが、それが理想なんだが、はい、大体な、うん、電車の中に毎回雨降るたびに傘を置き忘れる伊勢さんだと無理だから山井選手のこの間のやつがな、はい、っていうなるから、まあそれはそういうのあるから、たまにもしあれだったらちょっと考えてくれ。さあ最後のもう一個だ。そう、これメインですよ。和式じゃダメなんだ。分かってないな。違うんですよ、別にもうついてなくたってできるんだけど、うん、夢っていうか、あるじゃないですか、ついてやってみたい。ああ、なるほどな。足をとりあえず大地に置いて、洋式トイレでやってみたいってやつだ。家とかももうプラプラなんですよ、いつも、うんうん、外でもこう結構クッてなってついてないんですよ、うんうん、靴履いててもやっぱ、なんですかね、あれ一回普通にこうフラットな感じでやってみたいですよ。100歩譲って電車の椅子足つかない問題はもう諦めているんですけど、だけどそのやっぱり誰しもがその経験しているその当たり前のことを私はできて、この大人になった、おそらくファンタジーだけど大人な、今も経験していないのが悔しくて一度でいいからそれをやってみたいなって、あ、大人になったなみたいな、背丈的なっていうのがあるんですよ。これね、分かる人ってなかなかいないかもしれなくて、150センチあるかないかぐらいの子はだいたいそれがなかったんですよ。なので私140センチなんですけど、そこかなっていう。よし、うん、今解決方法見つかった。本当ですか。なのでお前はこれを読む。はい、それでは読ませていただきます。脱法お知恵袋ではディープな問題から小さな相談まで皆さんからのお悩み事を随時大募集しています。匿名で OK です。お悩みごとの詳しい内容を書いて、宛先はむくろ no296@gmail.com です。あ、下読めばよかった。まあいいや、はい、お待ちしてます。それでは最後にむくろさん、今回のぶった切りな一言お願いします。まあ伊勢さんはよ、あ、ちっちゃいけれど荷物が多いだろ。多いね、多い多い。荷物が多いなら箱が増えても問題ねえだろ。マジかー。そんなわけで大地に踏ん張って用を足しな。それではまた待ちかー。